こんにちは、元海上自衛官の大上翔太です。自衛隊や世界のニュースを面白く分かりやすく解説しています。週数回程度、不定期で21時頃に配信していますので、チャンネル登録をしていただけると最新動画が簡単にご覧いただけます。今回は陸海空各戦力について解説するシリーズの第3回、航空戦力についてです。航空戦力イコール空軍力と言いたいところですが、そう単純でもありません。というのも、陸上戦力や海上戦力に比べて航空戦力は高い技術力や資金力、しっかりとしたインフラを必要とするため、航空戦力はその国家の力を如実に表します。そのため航空戦力は純粋な軍事力としての空軍力という意味で使われることもあれば、国家が保有する空や宇宙に関係する力すべてという意味で使われることもあるんです。ややこしい。細かいところはこれから説明しますが、とりあえず航空戦力は国家の全体の力と考えてもらえれば OK です。航空機が戦場に姿を現したのは第一次世界大戦からですので、陸海空各戦力の中では最も新しいですね。航空戦力の中心となるのは航空機ですから、ほとんどの場合航空戦力の特性イコール航空機の特性となります。まずメリットを列挙すると、圧倒的な速度、行動範囲、柔軟性、機動性、突破力、打撃力。逆にデメリットとして、基地依存性が高いことと地域占有力が低いこと、そして多大なコストがかかることが挙げられます。それぞれ解説していきましょう。軍用の航空機、中でも航空機と戦うための戦闘機や地上目標を攻撃できる攻撃機は音速以上の速度で飛ぶことができますし、それ以外の偵察機や輸送機といった戦闘に加わらない航空機であっても、時速数百キロと地上や海上の移動手段を大きく引き離す圧倒的な速度を出すことができます。そのために行動範囲も数百キロから数千キロと、これまた広大な範囲をカバーすることが可能です。そして航空機は陸海空各戦力の中で最も地形による影響を受けません。陸上戦力は陸地の特性、特に地形による影響から逃れることは絶対にできませんし、海上戦力も比較的影響を受けにくいとはいえ、海があるところまでしか行けませんし、潜水艦は結構地形との戦いになりますからね。しかし航空戦力は空を飛ぶわけですから、陸の上でも海の上でも関係ありませんし、山や谷、荒れ地なども容易に越えていくことができます。これに圧倒的な速度と数分程度で基地から発進できるという利点を加えることで、必要な場所に速やかに集合したり逆に分離できるという機動性を持っています。また目的に応じて兵装を変えたり使用する航空機を選ぶことで多種多様な任務を遂行することも可能。ついでに陸でも海でも他の戦力の支援に回ることができますから、非常に高い柔軟性がありますね。さらに航空戦力は圧倒的な速度があることから、陸上戦力や海上戦力のように戦線を構築しそこで食い止めることが難しく、突破においても被験するものがありません。よって敵国の中枢まで容易に到達することができ、使用する兵器によってはあらゆる目標を破壊することができます。シャレになりませんね。ということで、他の戦力に比べて脅威度が高く、国際法上も海上戦力である軍艦は無害通行権といって、害を及ぼさなければ他国の領海を航行することができるのに対し、航空戦力である航空機はむやみに他国の領空を飛ぶと領空侵犯で撃ち落とされても文句言えなかったりします。まあ他国の航空機が領空を自由に飛び回っても OK だったら、いつどこを攻撃されるか分かったものではありませんから怖すぎですしね。といった感じで強力な航空戦力ではありますが、冒頭で言ったように弱点もあります。まず基地依存性が高いこと。一度飛び立てば超高速で縦横無尽に動ける航空機ですが、それも飛べればの話。基地がなければ燃料や弾薬の補給、機体の整備、パイロットの休息などができませんし、レーダーサイトや通信基地がなければ敵機の発見や味方との連携もできません。航空戦力を発揮するにはどこまで行っても陸上にある基地の支援が必須です。
そして航空機は空を飛んでいる時間よりも圧倒的に陸上の基地にある時間の方が長く、基地に駐機している間こそが最も無防備になってしまいます。空を飛んでいる間は超音速で敵機を振り切ったりミサイルを回避することだってできますが、陸に駐機している間は止まっているのでただの的ですからね。次に地域占有力が低いこと。何度も言いますが、航空機は速度や行動範囲、突破力などで他の戦力の追随を許しません。ですが長期間その場に留まって支配を継続することができません。海上戦力であれば数週間、陸上戦力は補給を受け続ける限り無限にその場に留まることができますが、航空戦力がその場に留まることができるのは数時間程度です。陸上戦力なら敵を圧倒すればその地域を制圧支配できますし、海上戦力も潜水艦を除けば制海権という言葉もある通り、その海域から敵の海上戦力を追い出すことができますが、航空戦力はそうもいきません。過去には制空権という言葉も使われましたが、現在では航空優勢という言葉が一般的になっています。制空権とは敵の航空戦力を特定の空域から追い出し、味方がその空域を自由に使える状態を維持できる状況を指しますが、そのようなことが無理だということが分かってきたからです。対する航空優勢とは、味方の航空戦力が敵よりも優勢で敵の妨害をあまり受けることなく、味方の航空戦力が自由に行動できる状態を指します。制空権に比べるとだいぶマイルドな感じですね。とはいえこの航空優勢も永遠に維持できるわけではなく、時間的空間的な制約を受けるとされています。決まったエリアを維持し続けられるわけではなく、維持できる時間に限界があり、そのエリアも状況に応じて形や大きさ、場所すらも変わってくるというものすごくあやふやなものです。どの程度優勢なのかも違いますしね。さらに今は優勢でも数分後にいきなり劣勢になることすらあり得ます。なので陸や海と違って相手に対して優勢を取れる状態を維持することそのものが難しいということです。また航空戦力は強力な戦力なので、その航空戦力が自由に行動できる航空優勢を取れれば、陸上戦力や海上戦力は航空戦力の支援を受けて戦えますから、航空優勢の確保は現代戦ではとても重要になります。しかしながら航空攻撃だけでは地形を利用して隠蔽・掩蔽可能な陸上戦力を殲滅することはできませんので、航空優勢の確保は重要であっても航空優勢を取るだけでは勝てないということは肝に銘じておかないといけません。実際に圧倒的な航空優勢を得ていた米軍は朝鮮戦争では勝ちきれず、ベトナム戦争では事実上敗北してしまいました。また湾岸戦争やイラク戦争で航空戦力は多大な戦果を上げたものの、とどめを刺したのは陸上戦力でしたから、航空戦力だけで相手を屈服させるのは難しく、各戦力の特性や限界についてはきちんと把握しておかなければなりませんね。最後のデメリット、それが多大なコストがかかるということです。海上戦力も金食い虫ですが、航空戦力はとにかく金がかかります。というのも航空戦力は高度な科学力や技術力があって初めて成立する力です。航空機を開発するには多額の資金を必要としますし、技術は日進月歩で進化しますから、せっかく作った航空機もあっという間に時代遅れになってしまいます。そのため航空機はものすごく高価な代物にもかかわらず第一線級の兵器として使える運用寿命が短いんです。特に航空機と戦うための航空機である戦闘機はその特性が顕著で、機体も 2,30 年程度で時代遅れになりますし、機体を動かすソフトウェアに至ってはどんどんアップデートしていかないと使い物になりません。新しい航空機の開発が終了した瞬間には次の航空機の開発に取り掛からないといけないほどです。マジかよ。加えて戦闘機などの航空機がその進化を発揮するためには地上基地の支援があってこそなので、航空機だけ揃えれば終わりではなく、その他の装備やインフラも整えなければなりません。冒頭で航空戦力はその国家の力を如実に表すと言ったのにはこうした理由があるからなんです。そしてコストというのは単に金銭の話にとどまらず、技術開発にかかる時間や労力も含みます。
航空機は部品一つずつが高度な技術の結晶体ですし、その中でもエンジンはそうやすやすと開発できるものではないので、お金をかければすぐに開発できるというものではありませんからね。なので航空戦力の基盤となる航空産業を育てるにも長い時間と労力がかかります。一方で航空戦力の損耗は激しく、何もしないでも経年劣化や技術の進歩で使い物にならなくなっていくのに加え、たった1回の戦闘でも損耗が激しいという特徴があります。特にお互いの航空戦力に開きがある場合、劣勢な方の航空戦力は優勢な方の航空戦力に比べて損耗が著しいということが湾岸戦争やイラク戦争などからも読み取れます。陸上戦力は戦力が劣勢であっても地形を利用するなどして耐えることができますし、海上戦力もお互いの主力がぶつかり合う決戦さえ避ければそうやすやすと消滅したりはしませんが、航空戦力はそうではありません。先ほども説明したように、航空戦力は基地依存度が高く、ほとんどの時間を地上で駐機しないといけないという弱点があるため、敵の攻撃が予想される時でも退避できる場所や時間が限られ、決戦を避けても損耗率が高くなってしまうからです。そのくせ一度失った戦力を回復させるには同じように長い時間がかかります。こうしたことも含めてコストが高いわけです。航空戦力は維持・回復が難しく、陸上戦力と海上戦力どちらも航空戦力の支援がなければ苦戦を強いられてしまいますし、そもそも航空優勢を失うと敵から好き放題に空爆されてしまうので、特に開戦初期の航空優勢をめぐる戦いは戦争全体の趨勢を握る大事な要素になります。2022年のロシアによるウクライナ侵略において圧倒的な戦力を持っていたロシアが初戦でつまずき、その後も苦戦を強いられた背景にはこの航空優勢の確保に失敗したというのが大きいです。航空優勢というのはまず戦闘機同士の戦いから始まるのが一般的ですが、敵戦闘機との戦いに勝てば航空優勢を取れるというわけでもありません。これまで説明してきたように、航空戦力というのは基地に依存する戦力で、その構成要素には陸上にあるレーダーサイトや通信設備、地対空ミサイルという地上に設置して航空機を攻撃できるミサイルなども含まれているからです。こうした陸上設備を破壊しないことには地上から攻撃を受けてしまいますし、戦闘機同士の戦いに勝ったとしても敵戦闘機を殲滅するには陸上に駐機している時を狙わないと難しいもの。なので敵戦闘機を排除し、基地やレーダーサイト、地対空ミサイルといった敵防空網の制圧、破壊をするための手順として米軍はシード、デッドという考え方をします。シードとは敵防空網の制圧のことで、一時的に防空網を麻痺させ味方航空機の安全を確保すること。デッドとは敵防空網を完全に破壊して永続的に航空優勢を確保することを言います。似たようなものですが、必要となる戦力や手順も異なります。シードの一般的な手順としては、身軽でミサイル回避能力に優れた戦闘機が自らをおとりとして敵のレーダーやミサイルを起動させて位置をあぶり出し、そこに地上攻撃用の地対空ミサイルなどを使って防空施設を破壊します。おとりになってと言ってるのは、地上にあるレーダーサイトやミサイルは位置がバレるのを避けるために必要な時以外は電波を出さないようにしているからです。よって位置特定のために電波を出させる必要があります。シードについては一時的に敵防空網を麻痺させれば OK なのであまり大きな火力は必要ありませんが、デッドは防空網の完全破壊を狙うので大火力が必要になります。具体的には巡航ミサイルに空対地ミサイル、それに誘導爆弾などですね。巡航ミサイルは射程が数百キロと長いため、敵の防空網がピンピンしている状態でも敵防空網の外から安全に発射することができますが、誘導爆弾は目標の上空まで味方航空機が飛んでいく必要があるために危険を伴います。そのためシードである程度敵の防空網を弱めておく必要があるわけです。全部巡航ミサイルで攻撃したいところですが、巡航ミサイルは爆弾に比べてめっちゃ高いですからね。火力が必要な時はやっぱり爆弾がないとダメです。
米軍との考え方の違いもありますが、ウクライナ侵略においていきなりデッドから始めたのがロシア。全てが防空網を狙ったわけではありませんが、2000発ほどの巡航弾道ミサイルに加え多数の誘導無誘導爆弾を投射しましたが、結局デッドには失敗しました。その理由は大きく分けて2つあり、1つ目が事前の偵察と攻撃後の戦果判定の不足。シードをせずにデッドを行ったわけですから、電波を切った移動式レーダーの捕捉に失敗した上、攻撃しても破壊できたかどうか判定できなかったからです。そのため潰したと思った防空網が実は生き残っており、ロシアの地上戦力を支援しようとウクライナ領内に入ってきた味方の攻撃機や爆撃機が大型の地対空ミサイルによって撃墜されてしまいました。航空機は高く飛ぶほど捕捉されやすく、地対空ミサイルの攻撃を受けやすくなるため、大型の地対空ミサイルによる攻撃を避けるには低空を飛ばざるを得なくなります。そうなると今度は歩兵が肩に担いで使用する蛍光型の小さな対空ミサイルによって撃墜されることに。蛍光型地対空ミサイルの射程は短いため、高高度を悠々と飛べば安全だったんですが、大型の地対空ミサイルを潰し損ねたために蛍光型が脅威になってしまったんですね。もう一つの理由が NATO からの情報提供があったため。開戦前から NATO の早期警戒管制機が24時間体制でポーランドなどの上空を飛び回っており、そこからの情報をウクライナに提供していたため、ロシア軍機の動きが事前に察知されていたものと見られています。早期警戒管制機のレーダー探知距離は数百キロに及ぶため、ポーランド領内からであってもウクライナにいる航空機の動きを探知できます。これによってロシア軍機の攻撃の兆候をつかんだウクライナ空軍は攻撃前に基地から飛び立ち、駐機中に撃破されるのを防ぎました。殲滅するはずだった戦闘機の8割以上に逃げられたため、以後生き残ったウクライナ空軍の戦闘機によってロシアは長く苦しめられることになり、開戦から4ヶ月近く経った今でもロシアはウクライナ全土の航空優勢を確保できていません。おそらくほとんどの専門家にとって圧倒的な航空戦力を持っていたロシアが航空優勢の確保に失敗したのは誤算だったと思います。もっともウクライナも航空優勢を確保できていないので、お互いに航空戦力からの支援を十分に受けることができない状態で戦っているわけですが、とはいえ他国から侵略される際に第一撃を受ける可能性の高い日本としては、この教訓から得るものは多そうです。数千発もの弾薬を投射されても航空戦力が生き残ることができたわけですから、退避できるようにしておけばなんとかなるかもしれません。ま、俺はいつでも逃げる準備は OK だけどな。米軍が今まであっさりと航空優勢を取ってきたので勘違いしてしまいがちですが、ちゃんと航空優勢を取るっていうのは米軍以外には難しいのかもしれませんけどね。ということで航空戦力についての解説でした。いかがでしたか？圧倒的な速度、行動範囲、柔軟性、機動性、突破力、打撃力を持つ航空戦力ですが、基地に依存し地域占有力が低くコストがかかるため、失ったら取り返しのつかないガラスのような脆さも併せ持っています。しかしながら陸上戦力、海上戦力にとっても今や航空戦力なしに戦うことは難しいので、航空戦力はやはりなくてはならない戦力です。一般に軍事大国と言われるような国はどこも強力な航空戦力を持っていますからね。航空戦力は国家の力を如実に表しますし、航空機の開発には労力や資金はもとより長い時間を必要としますので、広い視野を持って大切に育てていかないといけません。ついでに私のことも長い目で見て大切に育ててほしいな。生温かいコメント待ってます。チャンネル登録や高評価、メンバーシップ加入などをしていただけるとどんどん超えていきますよ。サブチャンネルもよろしくね。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。